はい、本日の無添加じゃない無農薬畑です。昨日ちょっと雨で来なかったんですけど、ちょっと雑草が生えてる感じで、ちょっと少しすごいな、この雑草の生命力が。実は今日キュウリの苗が40円で割引されて40円で売ってたんで2つ買いました。あとサルビアの花がもう10円だったんで2つ買っちゃいました。ちょっと明日植えます、時間ないん で。あとシソ大葉が98円で苗売ってたんで、それも植えたいと思います。楽しみです。でクワが980円ぐらいで売ってたんで、それも買おうかな。今ちょっとナフコ行ってみますけど、ナフコで売ってなかったら908円でいいのあったんで買おうかな。リンゴの木とか桃の木とかあったんですけど、桃の木3年とか言いますんで、ちょっと来年議員に当選したらリンゴとか桃の木も買うかもしれないです。1000円ぐらいあったんで、はい、以上です。落選したらね、維持できないかもしれないんで。